昭和61年小説クラブ9月号より赤い墜落だ消防車が出動してホースで水をまいたのだろうか路上の一角は豪雨の跡のように黒く濡れておりあふれた水は勢いよく道路端の側溝に流れ込んでいる。宮地は 黒く濡れた路面の一角を見つめていたその一角にはつい45分前まで若い女性の死体が横たわっていたはずである若い女性は9階屋上から飛び降りたのだ路上に激しく叩きつけられた彼女の体は無残に砕け2階やちが路上に飛び散ったに違いない信じられない 宮地はうめくようにそうつぶやいた屋上から飛び降り自殺を試みたのは時田留美子だという今売り出し中の女優だ最近東洋映画の大作「愛と悲しみの森」の主演女優として抜擢されたとスポーツ新聞の芸能欄に大々的に出ていたではないか冗談じゃない宮地は今度は口に出して独り言を言うと 視線を斜め図上のビルの屋上に向けた深い行革になったせいか一瞬めまいのようなものを覚えた視野の中には9階から突き出たナミプロダクションという看板が入っているナミプロダクション時田ルミ子が所属する俳優プロだがナミプロダクションの事務所は9階にあるその真上の屋上から ときたルミコは路上に身を投げたのだ。視線の先に屋上から身を乗り出し、路上に頭から落ちてくるルミコの姿が幻覚のように浮かんで消えた。ルミコは本当に自殺したのだろうか。頭の中で鋭く問いかけてくる声があった。視線を再び路上に戻した後、宮司は気分を沈めるようにポケットから煙草の箱を取り出すと、 一本ゆすり出して口に加えた。宮司さん。背後から声をかけられたのはその時だった。振り向くと、斜め後ろに小柄の若い男が立っていた。ナプロダクションのマネージャーの玉川志郎だった。さすが地獄耳の宮司さんですね。現場に来たのは宮司さんが一番ですよ。芸能記者の中では、 芸能記者生活からとうに足を洗っている半年前からこの近くで喫茶店をやっているこの近くでそれは知りませんでした店にいたら時田ルミコが飛び降り自殺をしたらしいって話を客から聞いたもんで飛び出してきたんだ昔取った絹塚ってやつですか今はただの野獣馬だそうですか大変なことになったなルミコが死んで。 もうむちゃくちゃですよ。事務所には警官が押しかけるわ、マスコミから問い合わせの電話が殺到するわで、そろそろマスコミ各社が到着する頃なんで、記者連中を一か所に集めるんで、ここに出てきたんですよ。留美子が自殺したというのは本当かい宮治は、タバコの煙の幕の向こうの玉川の顔を見つめた。どういう意味ですか玉川が聞き返した。 宮治は玉川の反応を注視したが、ボクサーのように仕上げたこのマネージャーの表情には何の変化も現れなかった。ルミ子が自殺した動機は何だいそのうち警察の方から発表があるんじゃないですか男の問題か、自殺の原因は。と問いかける宮治に玉川は視線を周囲に泳がし、ああ、盗聴スポーツがやってきた。 そう誰にともなく言うと、宮治に、じゃあこれで、そのうち店の方に遊びに行きますよ。店の名前は何て言うんですか宮治は答えずに辺りを見回した。ルミ子の飛び降り自殺現場となった、乃木坂の参考ビルの前には、野じ馬が群がり始めている。若手人気女優が飛び降り自殺をしたことを、どこから聞きつけてきたのか、 馬が続々現場に駆けつけ始め分厚い人垣ができ始めている近くの六本木交差点の方から車機を立てて新聞社の車やテレビ局の中継車が次々に走ってくるのが見えたマスコミの車の列を見た途端宮治は人垣を離れ車の列に背を向けるようにして急ぎ足に自分の店へ戻り始めた現場に駆けつけてきたのは テレビの芸能レポーターをはじめスポーツ新聞の芸能記者たちだろう1年ほど前まで「週刊日本の芸能記者をしていた宮治は仲間たちから「雷宮さん」と恐れられていたのだその宮治が突然「週刊日本に辞表を出して芸能記者生活から足を洗い芸能ジャーナリズムの世界から姿を消した彼がなぜ「週刊日本をやめたのか その理由を知る者はいない。なそして彼が今、乃木坂の裏通りにある喫茶店、赤い帽子のマスターに収まっていることを誰も知らずにいる。現場で顔を合わせて、かつての同業者から声をかけられ、近況をあれこれ詮索されてはたまらない。彼らの茶飲み話の材料を提供するのはごめんこむる。通りから路地に折れた宮地は、 タバコを横具合にしたまま時田留美子はなぜ自殺したのかと考えかけて途中でやめた彼女の死は謎だと言えるがそれは完全に足を洗った世界で起こった出来事ではないか社に辞表を出す時芸能界には二度と近づくまいと心に誓ったはずだそう自分に言い聞かせながら宮地は留美子の自殺を意識の外に追いやると 店の改装計画ののこととを考えようとした。店の真ん中は中華円卓にしようか単なる円卓ではつまらない女の体の曲線を連想させるような S 字カーブのカウンターがいいそれにしても午後3時という時間に時田留美子が事務所の屋上から飛び降り自殺をしたというのは変だ謎があるいや 店内をもっとシンプルにして若者向けに改装した方がいいのではないか。今度ゆっくり妻の安子と相談してみよう。それはそれとして今年21歳のルミ子の身に何が起こったのだろうか。まぶたの奥に黒くぬれて光る路面が浮かんだ時宮地はタバコを荒くもみ消すといら立たしそうに眉をしかめ手の甲で顔の汗をぬぐった。 暑さで町全体が白っぽくふやけたように見える9月の第一水曜日のことだった。トキタルミコ飛び降り自殺事件この事件は大変な社会的反響を呼んだ。ルミコが今売り出し中の女優だということが反響を呼んだ最大の理由であろう。 今年の1月から7月にかけて大ヒットした連続テレビドラマ、純愛物語に主演して、彼女の名前は全国的に知れ渡った。好感度ナンバーワンの女優として、映画やテレビドラマに引っ張りだこになり、つい最近、東洋映画の大作、愛と悲しみの森に主演が決定して話題を呼んだばかりだ。単なるテレビタレントから、 本格的な大型女優への道を目指すものとして注目されたのであるもともとはアイドル歌手だった新潟の燕市出身中学3年の冬に東京に住む叔母の家に遊びに来た時渋谷の駅前でスカウトされ1年後に歌手としてデビューしその年の歌謡祭で最優秀新人賞を獲得したその後次々にヒットを飛ばし アイドル歌手として抜群の人気を得たが18歳の頃からテレビドラマにも主演するようになった資質的に歌手よりも女優に向いていたのだろうドラマの公演を買われ少しずつ女優の仕事の比重を増してゆきついに「純愛物語」が爆発的に大ヒットし女優の地位を不動のものにした丸顔でくるくるとよく動く目が特徴だった 顔ばかりでなく、体全体にも清潔感があり、それが人気の源泉だった。ファンの間の相性は万美。つぶらな瞳の連想から生まれたのだろうが、のびやかでハツラツとした死体そのもの、どことなく小鹿の印象とよく似ていた。青春派女優というレッテルも、そこから生まれたのだろう。まさにシンデレラストーリーを字で言ったような若い女優が、白昼、 所属プロダクションの事務所のビルの屋上から飛び降り自殺をしたのだ。時田ルミ子の突然の死は次の日の新聞やテレビに大々的に報道された。宮寺よしは店のカウンターの奥で丹念に新聞を読んだ。カウンターの隅にはテレビが置いてある。だが開店中原則としてテレビはつけないことにしている。それが宮寺の方針だった。 静かで落ち着いた店内でゆっくり自分が入れたコーヒーを味わってほしいテレビの持つ喧騒さやわい雑さとは無縁でいたいルミ子の死を伝える記事は彼女の突然の自殺を謎だとしていた南青山のマンションにある彼女の自室にも遺書はない自殺を匂わせる書き置きもないナミプロの岡野社長の説明によると ルミコは昨日の午前中日比谷の東洋映画本社で「愛と悲しみの森」の宣伝用スチール写真の撮影を行った午後1時から1時半まで宣伝部で芸能週刊誌のインタビューに答えインタビュー終了後タクシーで六本木のナミプロ事務所にやってきた事務所に来たのはルミ子の来年のテレビドラマの出演作品を岡野社長 マネーージャのの玉川志郎の3人で話し合うたためだったそれというのも映画「愛と悲しみの森」の撮影終了後各テレビ局からドラマの出演依頼が殺到しているその中で出演する作品を一本に絞るための話し合いだった窓際に面した社長室で行われた話し合いはスムーズに進んだ午後3時近く 岡野社長に来客があった銀行関係の来客で話は10分ほどで済む予定だったため岡野は応接室に向かったその前後マネージャーの玉川にテレビ局から電話があり玉川は事務室の方に戻った電話を終えて社長室に戻った玉川は社長室にルミ子がいないことに気づいたがさして気にも留めなかったという。 洗面所に立ったと考えたのだが、その時、窓を巨大な黒い鳥の影のようなものがよぎったように見えた。よぎったというよりも、黒い鳥のような影は垂直に落ちていったように思えた。屋上から何かが落下したのか。玉川は窓を開け、眼下を見下ろした時、路上にうつ伏せになって倒れている女性の姿を見た。女性が倒れている位置は、 社長室から水線を垂らした真下に当たっているその姿がルミ子に似ていることに気づいた時玉川は顔色を変えた慌てて応接室に岡野社長を呼びに行くとともにナミプロの室内を探したルミ子の姿はどこにもなかった岡野社長と玉川はエレベーターで1階に降りビルの表に飛び出し 路上に横たわっている女性のそばに走り寄り女性が玉川ルミコであることを確認したその時ルミコの体はピクリとも動かなかった周囲は血の海で血の中には砕け散った細かな日海が散乱している二人はルミコが死亡していることを直感したがとりあえず救急車を呼びさらに所轄の麻布署に通報した 駆けつけた麻布署員によって、岡野社長と玉川は事情を聞かれたが、ルミ子の突然の死について答えようがなかった。つい10分ほど前までは、和やかに次回出演のテレビドラマの選定を行っていたのである。その途中、岡野社長とマネージャーの玉川が、それぞれ所要で駐座した隙に、ルミ子は社長室を抜け出して、屋上に上がり、刀身自殺を試みたのである。 玉川が電話のためにに社長室室から事務室に行き、再び社長室に戻るまでの時間が78分前後その間に社長室に1人残ったルミ子の体に一体何が起こり何がルミ子を自殺に追いやったのか岡野社長をはじめ玉川史郎など5人のナミプロ関係者はルミ子に男性関係は全くなかった仕事の方も順調そのもので ルミ子が突然自殺するような事情は皆無だと一様に答えている時田ルミ子の自殺の原因はまさに不可解の一語に尽きたナミプロ関係者だけではなくルミ子と親しい友人や知人もルミ子が自ら死を選ぶような事情については全く心当たりがないと答えているそれが記事のすべてだった店では客用にスポーツ紙を含め 新聞を誤師取っているがどの新聞の記事も大同傷弥だった要するに留美子の自殺の原因を突き止めることができずにいたのである誤師の記事を読み終えた後、と宮治は留美子は本当に自殺したのだろうかとつぶやきその後で慌てて首を振ったいくら人気者とはいえたかが二十一歳の女優が死んだ事件に過ぎない マスコミは大騒ぎしているが天下国家にはまるで関係ない芸能界の出来事には今後一切興味と関心を持たないと自分に言い聞かせて15年の芸能記者生活に終止符を打ち喫茶店のマスターに転向したのではなかったのかだがこの事件には妙に引っかかるところがあるなと宮治は思った昨日の午後3時過ぎ店に来た客が「 近くの三考ビルの屋上から若い女が飛び降り自殺したらしいと話すのを聞いた途端、宮治は現場に行ってみたいという衝動に駆られ店を妻の安子に任せるとそっと店を出て三考ビルの前に行ってみた三考ビルの9階にナミプロダクションの事務所があることを知っているそのビルの屋上から若い女性が飛び降り自殺したという話を聞いた途端に店を抜け出したのは 若い女性は芸能関係者ではないかと直感したためではなかったかと思う。若い女性の自殺俺の内部には、そのことに過剰に反応する何かがあると宮司は思った。自分に全く無関係であっても、新聞やテレビで若い女性の自殺のニュースを知ると、胸がやけどでもしたかのように、たけだけしい痛みで疼く。 それは宮治が芸能記者時代に書いた記事が原因で一人の若い女性を自殺に追いやったという苦い記憶に基づいている宮治が芸能記者を辞める引き金となった事件だが時田留美子の飛び降り自殺が気になるのもおそらく過去の苦い記憶と重なってくるためだろう留美子の自殺事件など喫茶店のマスターには無関係な事件だ留美子の死をあれこれ推理するよりも 逆に美味しいコーヒーを出すことの方が大切だそう考えて宮地はコーヒー作りに専念しようとした目の前の電話が鳴ったのはその時だったもしもし赤い帽子ですマスターかね電話の奥からドスの効いたのぶとい男の声が聞こえたそうですが何かご用ですか ドキタルミ子自殺事件ね自殺の動機は失恋だよ相手は川野純。調べてみな昼の12時になると宮女はテレビのスイッチを入れチャンネルを東洋テレビのテレビフォーカスに合わせた第5チャンネルの昼のワイドショー番組であるその姿を見て 妻の安子がびっくりしたように宮治を見た店を開いてから宮治がテレビのワイドショー番組を見るのは初めてだからだろう気になるのねあの事件のことが安子がそっと声をかけた宮治は無表情に妻の問いかけを無視したやっぱり血が騒ぐのいやそうかしら昔の顔に戻ってるわよ 今ののあなたの顔。そう言うと安子は片目をつむって見せコーヒーをトレーにのせて客の方へ運んでいったそんな安子の姿にちらっと目をやってから宮治は視線をブラウン管に移した音量を低く絞った画面に9階建てのビルが映し出されたナミプロのある参考ビルだった画面は一転すると 参考ビルの屋上の俯瞰撮影に変わった事件直後にヘリコプターから撮影したのだろうビルの真下の路上にはマスコミの取材人や野獣馬が群がっているその輪の中心は水で黒く濡れて光っている屋上を俯瞰で捉えた画面を見守るうちに宮地は一瞬マヨネを寄せた 屋上には高い金網が張り巡らされている飛び降り自殺した時時田留美子はスカートを履いていたなと宮地は思ったロングスカートだったような気がするがロングスカートの彼女があの高いフェンスを越えることができるのだろうかその質問が頭の芯に食い込んできたフェンスの下から留美子は潜ったのだろうか 宮司はブラウン管を注視した。だがそれより早く画面ではルミ子の顔が大写しにされ続いてファンの手によって捧げられた路上の花々が二重写しにされその画面に白いテロップの文字が踊ったルミ子さんの自殺に俳優 K の影宮地はそこでテレビを消した安子がカウンターのそばに戻ってきたためではない。 ワイドショーの内容がほぼ見当がつくような気がしたからだいいのよ私に遠慮しなくてもカウンター越しにやすコが声をかけた宮地は黙ってやすコを見返し肩をすくめてみせたそれが返事だったドアが開いて客が入ってきた「いらっしゃいませ」 安子は弾んだ声で客を迎え、いそいそとコップの水を用意し始めた。店に出るようになってから、妻は若返ったなと宮治は思った。安子と結婚して9年になるが、専業主婦だった時には、酸素が足りないわ。息苦しくてもう死にそう。と、口癖のように愚痴をこぼしたものだ。子供がなく、マンションの 2DK の一室で、 毎晩深夜近くに帰ってくる宮治を待っているだけの単調な生活に耐えられなくなっていたのだろう結婚前には平凡な OL だったのだが結婚生活の中で次第に酒を飲みタバコを吸い髪を赤く染め近くのバーやスナックに足げく出入りするようになった宮治が芸能記者を辞め退職金をもとに乃木坂の防衛庁裏に喫茶店を開くと 安子は見違えるように生き生きとしてきた人件費を節約するためウェイトレスを雇わず安子に手伝わせることにした夫婦二人だけの店宮司は生活できればそれで十分だと考えていたが安子は慣れるに従って店の改装プランや店内装飾にもいろいろ口を出すようになってきている将来は宮司とともに郊外に洒落たレストランを持つのが夢で 彼が芸能者に戻るることを内心恐れていいらしいコーヒーを沸かしながら宮治は今日の午前11時ごろに店にかかってきた男の電話のことを考えていた男はルミ子の自殺の動機は川野淳という俳優への失恋だと断定するように言い一方的に電話を切った川野淳というのは中年の二枚目俳優だ 年齢はすでに50を超えているだろう軽いウェーブのかかった白髪まじりの髪とよく整った要望が売り物の俳優で数多くのテレビドラマに出演し主婦層に人気がありコーヒーやウイスキーなどのテレビコマーシャルにも登場しているもともと映画畑の出身だが最近では容姿に渋さと厚みが加わり人気が出てきた映画俳優だった頃に 映画美術を担当していた女性と結婚し芸能界のおしどり夫婦としても有名であるルミ子の失恋の相手がこともあろうに川野淳だと電話の男はわざわざ俺に知らせてきた電話の内容は別にスクープといった性質のものではないらしい現に「昼のワイドショー」ではそのことをほのめかすような内容を報道しているではないか問題はなぜ電話の男が 俺のののとととこころに川の純の存在を教えてきたかということである。男は一体何の目的で電話をしてきたのかまたどこで俺の店の電話番号を知ったのか赤い帽子を回転したことをかつての芸能記者仲間の誰にも教えていない知っているのはごく親しい学生時代からの数人の友人に限られていたが彼らは芸能界の出来事などには 興味など持っていないはずだ男からの電話は謎だと言えた電話の意図をあれこれ推理するうちにそれは一種のマスコミ誘導戦術ではないかと宮地は考えるようになった同じ内容の電話が東洋テレビの「テレビフォーカス」にもあったのだろうその電話によってテレビフォーカスもルミコの死の背景に川野淳に対する失恋があるかのように報道した おかしいぞ、これはコーヒーを入れながら宮治は胸の中で自問自答を繰り返したもしこの推測が当たっているとすればルミ子の死の原因は別なところにあるそういうことになるな川野潤は一流の人気スターだルミ子が彼に失恋して自殺したという説が流れたとするとマスコミはワッと飛びつく 視聴者もその説ですんなり納得してしまうするとルミ子の自殺の原因は別なところにあることになるルミ子の死の真相は何だわからん調べてみる必要があるな本気で調べてみる気なのかお前はそこで自問自答は終わった俺はしがない喫茶店のマスターにすぎない 一女優の自殺の真相を追って何になるという声が頭の隅で聞こえてきた店は急に立て込んできた昼食を終わったサラリーマンや OL が午後1時までの休み時間をコーヒーを飲みながら過ごそうと詰めかけるのだ狭い店内はたちまち満員になった宮治は事件のことを忘れてコーヒー作りに追われた 一時を回ると潮がくくように客は引きはげていくほっと一息ついて宮地はカウンターの中でたばこをくわえた店の奥に一人残っていたハイミス風の客が宮地に声をかけてきたのはその時だった「週刊日本にいた宮地さん宮地よしじさんですね。 その女性はカウンターに移ってきてコーヒーのおかわりを注文したどなたですか表情を消した声で宮治は改めて女の顔を見てルミ子の自殺事件後俺の過去を知った人間が亡霊のように次々にやってくると思った女は狐のように尖った顔をしていた鼻の脇にシミのようにそばかすが浮いている ファッションメガネの奥の目は油断なく光っていて、見るからにきつそうな感じの女性だが、言葉遣いは妙に丁寧だった。年齢は三十半ばだろうか、あるいは四十に手が届いているかもしれない。えっと玲子と言いますけど、と女が言った。えっと玲子さんつぶやくように言って、宮治は何をしている女性だろうかと、 内心いぶかった女の顔にも江藤玲子という名前にも記憶はない宮地さんがここで喫茶店を経営しているとは思いませんでしたわさっき店に入ってあなたの顔を見た時びっくりして声を上げそうになったくらいです失礼ですが僕の方はあなたにお会いした記憶はないんですが当然よね玲子は外国たばこをくわえ 赤いライターをはじくと小宮明美という女性をご存じのはずよね小宮明美の親類筋に当たるんです私小宮明美の宮治の頬がけいれんした小宮明美の葬式の時あなたはお焼香に現れましたわねそれであなたの顔を覚えているんですそうですか でもあの件のことで今さらあなたを責めようとしているんじゃありませんのよただ小宮明美の自殺と今度の時田留美子の事件は関係があることをお知らせしようと思ってどう関係してるんですか二つの事件は調べていただければわかるはずよ玲子はタバコの煙を吐き出すと眼鏡の奥の目を細めるようにしてじっと見つめた どこか相手をねぶみするような乾いたまなざしだった重いものが鈍く宮治の胸をたたいたその衝撃で言葉を失い目を宙に泳がせたうつろな視線の先には二人の女性の顔が絡んでいたルミ子コと小宮明美の顔だった二人の女性の顔のうちルミ子のそれは次第にぼやけて あけみの顔がが鮮やかかに浮かび上がった宮治はその顔を見つめていたそれをきっかけにして宮治が記憶の底部に固く押さえ込み悲しみで重く蓋をしてきたものが一気に意識の表面に吹き出してきた「週刊日本の編集部で芸能欄を担当していた宮治のもとにある日奇妙な電話がかかってきたテレビタレントで人気のある 小宮明美が妊娠している。相手の男性は人気歌手の原川三郎だというのである明美はカトリック系女子大の学生だった時にテレビの人気クイズ番組にスカウトされて司会のアシスタントを務めるタレントだった父は神戸の貿易商、関西の両家の娘でいかにもお嬢さん風の容姿が茶の間の人気を集めた。 その人気を買われ海外番組や料理番組のリポーターにも出演している一方原川三郎というのは演歌の人気歌手だった10代後半にデビューし数々のヒットを飛ばし30前半にもかかわらず演歌の大物歌手の一人に数えられている原川三郎はこれまで何度か人気女優や歌手との間に浮き名を流したがいまだに独身で 芸能界最後の大物独身スターと言われているその原川が小宮明美と深い関係に陥り彼女を妊娠させたというのだ電話の主は「これは事実だ」「嘘だと思うなら六本木のブルーロードというバーを調べてみれば分かると告げて電話を切った電話の声は男だったが宮地はこの垂れ込みを当たりだと直感した。 話の様子から見て、電話の男は芸能関係者に違いない。宮地は早速取材を開始した。バーブルーロードに張り込んで、1週間目の深夜に原川と明美が店から出てくるのを目撃したのである。しかも明美が1ヶ月後に急遽アメリカ西海岸に3週間のバカンス旅行に出かけることを掴んだとき、あたりの直感は絶対的な確信に変わった。 突然の休暇は、くぶくり妊娠中絶のための旅行であろう。売れっ子の女性歌手やタレントが、海外でレコーディングをしたり、休暇を取る場合、妊娠中絶が含まれていることが少なからずあることを、宮治は体感的に知っていたからだ。原川と明美の交際、今後の進展移管によっては、二人の結婚もあり得る。スクープ意識に駆られた宮治は、ある雨の夜、 西麻布のマンンションに張り込んだ。そのマンションの806号室その部屋に明美は一人で住んでいる取材を申し込んだが明美は堅くなに拒否をした彼女の所属する蛍プロの許可がなければ取材には応じられないというのであるそれでも宮治はインターホン越しに明美に質問した「荒川さんと付き合ってますね」 結婚を前提としたものですか原川さんとは一度も会ったことはありません赤坂のブルーロードで会ってるじゃないですかブルーロードのことは洗いざらい調べたんですよ会話はそこで途切れた明美が石のように沈黙したためだが宮治は30分以上も粘ってマンションを引き上げた表に出てひょいと明美の住む806号室を振り仰いだ瞬間 ベランダから赤い布のようなものがふわりと闇に浮いたかと思うと急速に地上に落ちてきた彼の目にそれは闇を切り裂いて鮮血が走ったかのように映った地上に落ちたのは真っ赤なガウンをまとったアケミだった慌てて彼は救急車を呼んだが手遅れだったアケミは全身打撲で即死していた あけみの部屋には走り書きが残されていた。そこには宮地義次の名前が明記されていた上に宮地の取材は悪魔のようだと書かれ宮地が追及しているのは事実無根だとも記されていたこの手記はマスコミを通して発表され宮地は窮地に立った事件を扱った麻布署にも何度も呼ばれ事情を聞かれた。 明美の葬儀に出席したその日宮治は社に辞表を出すとともに会社や自宅に押しかけたマスコミの取材陣を逃れ妻の安子とともに伊豆七島を転々とした後、こっそり東京に戻りしばらくしてから乃木坂裏に喫茶店を開いたその間自分が取材していたものに対して警察以外には誰にも漏らしていないところが今カウンターに腰を下ろした江藤玲子という女性は 10年前の小宮明美の自殺事件と今度のルミ子の事件とはお互いに関係しているのだという。ルミ子の事件に何か裏があるのですか宮治はカウンターでコーヒーをすするレイ子を見つめた。無意識のうちに眼光が鋭くなっている。そうね。コーヒーカップを口に当てたままレイ子は、時田ルミ子は、 自殺したんじゃなくて殺されたんじゃないのというと他殺そう言えるんじゃないかしらある意味で何か根拠があるんですかと問いかけて宮治はテーブル席の後片付けをしている安子の方を見た今のやり取りが安子の耳にも入ったのだろうテーブルを拭く安子の背中が硬くなるのを宮治は見た すでに深夜だった。六本木のバーブルーロードを出た宮地はうなじの辺りに差し込まれるような視線を感じて振り返った視線の片隅に1台の黒塗りの車が映った車は今ブルーロードの前に着いたのだろうこちらに注がれる視線は車の中から発しているようだった街灯が車内をぼんやりと照らし出している。 車内には3人の男がいてじっとこちらを見つめているようだった運転席の男がナミプロの多摩川だと悟った時宮地はそちらの顔をして歩き出した車に乗っているのはナミプロの関係者だろうそうだとすればここはとぼけてやり過ごした方がいいと判断したのだ補足を早め路地を折れると素早く路地の角から ブルーロードの店の前を伺った予想通り黒塗りの車から三人の男が降りてきた一人はルミコのマネージャーの玉川もう一人の太って犬首の中年男はナミプロの岡の社長だった最後に車を降りた長身の男の姿を見たとき宮司は思わず川野純とつぶやくように言った この二三日間、ルミ子の死の原因は、河野淳に対する失恋という報道がマスコミに氾濫している。それによるとルミ子は、一年半前に、日比谷の遊楽劇場で上演された、我が小し乙女,女に出演し、河野淳と共演した。これはルミ子の初めての舞台出演だった。大正時代、初老の実業家が、娘のような若い女性と恋に落ち、ついには二人で、 北海道の雪の原野で無理心中をするという筋書きだったが、1ヶ月間に及ぶ公演で、二人は親密となり、公演終了後も二人は密かに交際を続けた。ルミ子は30以上も年の離れた川野淳に夢中になり、河野との結婚を望んだ。だが河野にとっては、単なる火遊びでしかないことを知った時、ルミ子は死を選んだというのが、失恋自殺説の根拠だった。 実際に死後発見されたルミ子の日記には川野淳に対する死後の念をつづった文章が何箇所も発見されたという一方ルミ子の死後川野淳はマスコミの前から姿をくらますとともにルミ子の死について所属プロの十勝事務所を通じてコメントを発表した私と時田ルミ子さんとの関係はマスコミに取り立たされているようなものではありません。 ルミさんののの不幸ななな原因はは別なところにあるのではないでいしょうか。私は善と有望な時田ルミ子さんの死を心から悼むとともにその例の安らかからんことをお祈りするものでありますマスコミには二人の関係を立証するかのような芸能関係者の証言が次々に飛び出した特に川野純への恋心を切々とつづった友達の女優に宛てたルミ子の手紙が テレビのワイドショーを通じて公表されるに及んで失恋自殺説は決定的になったそれに対して川野純は一切沈黙を守り続けたこういった報道を宮治は冷ややかに見守っていた川野純への失恋説を裏付けるような証言が次々と飛び出してくる背景には自殺の原因を隠そうとする誰かの意図が働いているのではないか 赤い帽子に現れた江藤玲子は、ルミ子の自殺は小宮明美の自殺の原因と関連しているとも言い,い、ルミ子の死は自殺ではなく、ある意味他殺だとも付け加えた。謎めいたこの女性の言葉を信用したわけではない。だが、小宮明美の死と関係しているという彼女の言葉に宮治は興味を持った。宮治はこれまで自分の強引な取材が明美を死に追いやったと考え、 絶えず自責の念を感じ続けてきた青春派タレントの明美はプレイボーイ歌手の川原三郎との関係を「週刊ニッポン」に暴露されることは致命的なスキャンダルになると考えたのであろうスキャンダルに怯え心理的に追い詰められた明美は発作的にベランダから飛び降りて自らの命を絶った明美の飛び降り自殺その原因が自分にあることを知った時 宮司は激しい自己嫌悪に襲われたタレントの薄汚れたジョージが発する不臭をハイエナのように嗅ぎ回って報酬を売る職業にとことん嫌気がさして芸能記者の仕事に終止符を打った同時に明美の死に対して自分は一生十字架を背負ってゆく覚悟でいたが玲子が言うように明美の自殺の原因が別のところにあるとなると話は別だった。 宮地は自分への誓いを破って、ひかに時田留美子の死の真相を洗い始めた。最初に江藤玲子の身元を調べた。その結果、明美の親戚縁者の中に江藤玲子という女性は存在しないことを突き止めた。彼女の正体は一体何者なのか。江藤玲子の正体を追ううちに、宮地は彼女は六本木のバー、ブルーロードに関係する女性ではないかと推測した。 明美と川原三郎はこのバーで密会しているという垂れ込みの電話から取材を開始したことが明美を死に追い込んだ原因になっている宮地は自分の店を閉めた後、六本木に足を伸ばしブルーロードに行ってみたホステスの中に江藤玲子の姿を探したのだが徒労に終わり店を出た途端にナミプロの岡野社長とマネージャーの玉川とともに 店に入っていく川野淳の姿を見かけたのだったこれは何かあると宮地は直感的に思ったマスコミから雲がけりした川野淳はルミ子の自殺の原因となったことをナミプロに謝るためのいわば手打ち式としてブルーロードに行ったのだろうかそうだとは思えなかった岡野社長や玉川は むしろ河の淳を護衛するような形で店内に入っていった。ナミプロがブルーロードを利用していることを初めて知ったが、それよりも河の淳とナミプロとが親密な仲のように見えた方がもっと意外だった。宮寺の試算によると、ルミ子の死によってナミプロが受けた被害は将来の逸失利益を加えると優に10億を超す。ルミ子以外にめぼしいタレントのいないナミプロにとっては、 日遊びからルミ子を死に追いやった川野純はやつだけにしても飽き足らない憎むべき男性であろうその川野をナミプロの社長とルミ子担当のマネージャーが護衛するような格好でブルーロードに入っていくというのはどう見ても変だ張り込んでみるか宮地はそう思った川野純を尾行してルミ子との関係を問いただしてみるかもしかすると川野は 明美の自殺の真相を知っているかもしれない赤電話を探すと宮地は自宅に電話を入れ妻の安子に帰宅が遅くなることを告げた「そうあなたにとって弔い合戦なのね」それだけ言うと安子は電話を切った「弔い合戦か」胸の中でつぶやいて宮地は暗い目をブルーロードの赤いネオンに向けた。 明美が自殺した時、芸能記者の行き過ぎた取材ということで、世間の非難は宮地一人に集中した。編集部内でも芸能記者仲間でも彼をかばおうとする者は一人もいなかった。殺人記者というレッテルを貼られた。歯を食いしばって、豪々とした世間の非難に耐えながら、宮地は一生殺人記者という十字架を背負って明美の霊を弔っていこうと決意していた。 ひょっとすると、おめえを晴らすチャンスが来たのかもしれないと考えると胸が高鳴った。全身に耐えて久しく訪れることのなかった弾みのある感覚がよみがえった。暗い路地の一角で、宮治はじっと川野淳がブルーロードを出てくるのを待った。待ち続けた。川野さん。 川野、さんさですね。中野のマンションの前でタクシーを飛び降りた宮治は入り口の前で川野を呼び止めた先に別のタクシーを降りた川野は一瞬ぎくっとして振り向いた「週刊日本の宮治君。川野は警戒するような目を宮治に当てた川野とは過去に何度も取材で会っている 辛辣と歌われた宮地の顔と名前を覚えていたのだろう。とうに廃業しましたよ、芸能記者は。らしいね。今は喫茶店のマスターに収まっているとか。よくご存知ですね。いや、そんな話をどこかで聞いたような記憶があるもんだから。食えない男だ。老媒をたちまち態度の奥に隠した川野の表情を見つめながら、 宮司はそう思った俺が喫茶店の仕事をしているということはナミプロの玉川から聞いたのだろう。時田ルミ子はなぜ死んだんですかわからんな。あなたに失恋したためじゃないでしょなんとも言えんな。そうであるかもしれんし、そうでないかもしれん。死人に口なしですか。ある意味でそうかもしれんな。 買収されたんですかナミプロの岡野社長に。買収今夜ブルーロードで岡野社長と多摩川に会いましたねつけてたのか君は僕の調査と取材ではあなたとルミ子はほとんど関係なかったにもかかわらずあなたはルミ子との関係をあまり強い調子で否定しない死者の気持ちを大事にしたいからだよ そうだとは思えませんねルミ子の死について何か知っていながら隠しておきたいことがあるんじゃありませんかあるいは知っていても言うに言えないんじゃありませんかそれは君の推理だろう。しかしルミ子の死にはいくつも疑問がありますよ。ルミ子には松山真由美という19歳の付き人がいるはずなんですが、ルミ子が飛び降りたとき真由美はどこにいたんですかあの日 真由美がルミ子に東洋映画本社で行われた宣伝スティールの撮影から撮影後のインタビューにも付き添っていてナミプロまで一緒に来たことを確かめていますそれでルミ子が屋上から飛び降りたというのもおかしいですよ昨日参考ビルの屋上に行って調べてきましたが危険防止のフェンスの高さは2メートルあってスカート姿のルミ子にはとても飛び越えられないフェンスの下の隙間は15センチで くぐり抜けられるのは猫ぐらいなものでしょう。何を言いたいんだね、君は。川野が嘘吹くように言った。僕はルミ子の死とは何の関係もない。だとしたら、なぜマスコミの取材を避けて、こんなマンションに隠れているんですかスキャンダルに巻き込まれるのはごめんだからだ。このマンションには、女優の竹の上恵子が離婚後一人で住んでますね。 そこがあなたの取材非難のアジトですか勝手な推測はやめたまえ川野が血色版だそれが売り物の柔和で端正な顔が醜く歪んだそれが宮地のつけ目だった取材の相手を挑発し相手の感情を揺さぶるその時相手はついほろっと本音を漏らすものだ芸能記者時代 彼は常にそのようなやり方をしてきた。しかしあなたは世田谷の自宅にいる夫人には騒ぎが収まるまで北海道の釧路に住む友人のところにいると言って事件後行方をくらましているんじゃないですか宮地はひるまずに食い下がった。川野が中年女優の竹上恵子と愛人関係にあることは芸能記者時代からつかんでいる。今夜 くろから戻ってきたばかりだ弁解がましく川野が言ったナミプロの岡野社長に呼び戻されたんですか川野は沈黙した顔が再び歪んだブルーロードで岡野と玉川と何を話し合ったんですか失礼な推測は許さんぞこれ以上君と話し合うつもりはない帰りなさい 川野の声が険しくなったあと5分ほど時間をもらえませんか断る切り捨てるように言うと川野は大股にマンションの入り口の方に歩き始めた川野さんその後ろ姿に宮地は声をかけた1年前の小宮明美の自殺事件の真相について何か心当たりはありませんか 川野は宮治の言葉に背中を射抜かれたように足を止めしばらく彫像のようにその場に立ち尽くした意外な反応に宮治は息をのんだ謎の女江藤玲子が指摘したのはやはり事実なのだ不可解な明美の死もルミ子の死もどこかで連鎖しその真相を知る者は堅くなに口をつぐんでいるどうなんですか川野さん 宮司は促すように言った。答えずに川野は入り口の方に歩き去ったやがて川野の姿はマンションの中に消えたがその足取りは酔ったふうにふらついてひどく頼りないものだったその夜目黒のマンションに戻った宮地のもとに深夜から明け方にかけて執拗に無言電話がかかってきた無言電話を宮地は無視して床についた。 浅い眠りの中で宮治は闇の中を揺れよじれ舞うように落ちていく2枚の赤い布の夢を何度も見た雨が降っていた窓越しに宮治は雨を見ていた昼過ぎから雨が強くなったらしく窓に白い水滴が張りついて視界は白く濁っている。 昼先の混雑が終わったばかりで店内は閑散としている客は誰もいないカウンターの奥のテレビには古いモノクロのギャング映画が映っているカウンターの泊まり木に腰掛けて妻の安子は頬杖をついてテレビを見ているすべては霧の中かこれ以上ルミ子の自殺事件を追っても無駄だなと 宮司は独り言のようにつぶやいた留美子の自殺があってから10日余り経っている事件直後狂ったように彼女の自殺の原因を追いかけたマスコミは1週間もするとほとんど報道しなくなった自殺の原因は川野純に対する失恋ということで肩がつきマスコミは取材の意欲を失ったようだ映画「A が 愛と悲しみの森の主役には新人が抜擢されることに決まりルミ子の死ははるか遠い過去の出来事のように思われてきたマスコミにとってどんな大事件も一家制に過性にすぎずティッシュペーパーのように簡単に捨てられていくむしろこれからが追及のチャンスだそう宮路は自分に言い聞かせた川野が隠れ家にしていた中野のマンションの前で 川の尋問したその夜から、俺の周辺に次々に起こった出来事は、ルミコの死が単なる自殺でないことをはっきり物語っている。自宅や店の方に再三にわたって無言電話がかかってくるようになった。ワープロで打った脅迫状も舞い込んできた。脅迫状の内容は、ルミコの死をあれこれ嗅ぎ回るのはよせ、というものだったが、それ以外にも時折、得体の知れぬ客が店に来て、 宮司の動きを監視していることもあったそういった脅しがあるたびに宮地は逆に闘志を燃やし仕事の合間を縫って取材や調査を続けたルミ子の死の真相を突き止めてスクープをつかもうとしているのではないルミ子の死と関連する明美の死の真相をつかみ自分にかぶされた汚名を晴らしたいという一念ただそれだけだった。 宮地にとって意外だったのはルミ子の死を扱った麻布署が一切沈黙を守っていることだったもう一つ意外なのはルミ子と終始行動を共にしていた松山真由美という付き人が事件以来全く姿を消したことだった宮地は松山真由美の行方を知りたいと思ってナミプロの玉川マネージャーに何度も電話で連絡したが対応に出た女子事務員は宮地の名前を聞くと 常に玉川はテレビ局や映画会社の方に行っていて留守だと答えるまた麻布署はルミコの死を自殺と見なしているらしく自殺の原因をめぐる一時のマスコミの騒動を黙殺するように沈黙を守っている少なくともルミコの死に他殺や自己死の疑いがあるとみて捜査を進めている様子は全くないようだっただがルミコの自殺には様々な疑惑が絡みついているのは事実だ どこから取材を進めていこうか宮地は頭の中で今後の取材と調査の進め方を考えようとした簡単に答えは見つからなかった事件全体に白いもやがかかったようで取材の糸口がなかなか見つからない事件関係者に厳重な観光令が敷かれているのかもしれないと考えて宮地はふとため息を漏らしたあら 背後でスコの声がしたのはその時だった驚いて宮ジは振り返った次の瞬間テレビの画面がズームアップするような勢いで宮ジの目の中に飛び込んできた画面には尖った女の顔が映っているこの人いつかお客さんで来た人じゃないのスコが宮ジに声をかけた「江藤玲子」 画面から目をそらさずに、宮治は答えた。時田ルミ子さんは自殺じゃなくて、ある意味他殺だと言っていた人ね。江藤玲子がどうしたんだ日光の中禅寺湖に投身自殺したそうよ。投身自殺復唱するように呟いて、宮治は画面を凝視した。江藤玲子の顔に二重写しになって、 画面には中禅事故の前景が映し出されている変ね本当に自殺かしら何か裏があるんじゃないの答えずに宮治はなおもブラウム缶を食い入るように見つめた頭の中に桃花のように無数のランプが点滅したカウンターでコーヒーを飲んでいた江藤玲子の顔ルミ子の死はある意味で他殺といえ しかも小宮明美の自殺とも関連があるとしゃべっていたその唇口封じうなるように独り言を言った口封じ安子が敏感に反応した怖いわこれ以上深追いするのはやめてやはり留美子の死の背景には何か黒い力が働いていた そんなこと調べて何になるのあなたはもう記者じゃないのよ分かってる誰が殺されようが私たちには関係ないことじゃないのそれよりお店の方がはるかに大事なはずよ店の改造プランでも考えるか心にあるものと逆のことを言いながら宮治は体内に激しく上昇するものがあるのを感じた必ず時田留美子の自殺の裏にあるものを突き止めてみせる いいつかテレビのニュースは終わっていた。中禅寺湖の江藤玲子の投身自殺を伝えたニュースを要約すると玲子は昨日の午後3時日光のホテルに一人で泊まっていたが夜一人で外出して戻らなかったホテルが行方を探していたが今朝になって死体が湖畔に浮かんでいるのをハイカーが発見して警察に届け出た。警察の調べによると、 江藤玲子は36歳、独身。都内青山のマンションに住み赤坂のバーに勤めているという警察は一応遠征自殺と見ているが日光のホテルで玲子は男の電話によって外出した疑いがあり彼女の男性関係を調べている店は再び客が詰めかけてきた宮地は仕事に専念した江藤玲子の死を知ってから 1>, 1時間ほど経った時だろうか不意に目の前の電話が鳴った受話器を取ったいきなり悲鳴のような女の声が聞こえた「宮地さんですか会ってください。姉と同じように殺されそうなんで怖いんです私今お店のすぐ前まで来ているんですけど」 その女は雨の中ににずぶ濡れになって立ってて立いた。女というよりまだ少女のように幼い顔つきをしている鉛筆のように痩せてしまった体つきで雨を吸って透けて見える白いブラウスの盛り上がりもほとんどなく体全体が小刻みに震えている傘をさした宮治は女に近づいた「宮治さんですね」女は上目遣いに宮治を見て おずおずと声をかけてきた。誰なんだ君は松山真由美ですルミ子の付き人だった知ってるんですか探してたんだ君を傘の中に真由美を入れると宮地は真由美とどこで話そうかと判断に迷ったまさか店に連れ帰るわけにはいかない迷った末 近くのスナックに案内しようと意を決したこの近くは嫌ですナミプロが必死に私を探しているんですよし宮司は即座に新宿へ行こうと決断してタクシーを止めた真由美は素直に応じたどうして僕の名前を知っていたんだ車内で宮司は質問の口火を切った宮司さんのことを 姉から聞いていてたんです。万一のことがあったら宮治さんに会って相談しろってお姉さんってひょっとして江藤礼子さんそう尋ねた真由美と江藤礼子の顔には荒い掃除がある「いぼ姉妹なんです」と真由美は低いかすれた声でうなずいた姉妹の年齢差はそこから来るのだろう 二人の間に沈黙が訪れた。玲子が不審死を遂げたことを宮司の方から口にするわけにはいかない姉から昨日これを預かっていたんです何かあったらこの手紙を宮司さんに渡してほしいって沈黙を破って真由美が言い,いそれから肩から吊るしたポシェットの中から一通の封筒を手渡した宮司は震える手で封を切ると 急いで手紙に目を走らせた時田留美子の死のポイントは彼女が妊娠していたことです留美子さんはナミプロの岡野社長の勧めで六本木のブルーロードに連れて行かれたのですその店は何の変哲もないバーですが裏には秘密の部屋が作られその部屋では毎晩麻薬から乱行賭博などの秘密パーティーが行われていたのです出席者は 芸能界の有名スターーーやプロデューサーなど大物ばかり。ルミ子さんがシンデレラの道を歩み始めたのもこのパーティーに出席し芸能界の大物連中の有形無形の援助があったからですそれがまたナミプロの岡野社長のタレント売り出しの秘密のノウハウでしたルミ子さんは最近妊娠した朱茂肉林の乱行パーティーでの妊娠ですから相手の父親はわからない けれどルミ子さんは対策の「愛と悲しみの森」の出演を間近に控えて神経質になっていましたしかも妊娠の事実を芸能レポーターにつかまれてしつこく取材されているあの日ナミプロの社長室で対策会議が開かれたのですが席上ヒステリックになったルミ子さんが秘密パーティーのことを警察に打ち明けると口走り警察に電話をしようとしたそれを止めようとして 岡野社長と玉川マネージャーとが彼女ともみ合いになり彼女は9階の窓から転落したのです慌てた岡野と玉川はとっさに屋上から自殺したということにしたのですが警察にその矛盾をつかれ窮地に陥っています2人はまもなく警察に逮捕されるでしょう2人はまた自殺の動機を隠すために川野順に対する失恋説をでっち上げ意図的にマスコミに流しました川野純も、 秘密倶楽部の常連で賭博に負け岡野社長に1200万円の借金がありますがその借金を棒引きにすることを条件に川野ル美子さんの死の真相に口をつぐむことになったのです1年前に起こった小宮明美さんの自殺も同じような経緯をたどりました明美さんも歌手の原川三郎さんもこの秘密パーティーの出席者でカミソリ記者の異名を取ったあなたに付きまとわれた明美さんはあの晩 所属のホタルプロの社長に電話で相談しましたあなたに秘密クラブの存在を知られることを恐れた社長は明美さんに死ぬしかないもしあんたが秘密クラブに出席していることがマスコミに知られればタレント生命は終わりだと答えたそうです社長の言葉に衝撃を受けた明美さんは飛び降り自殺という方法を選んだのですホタルプロの伊賀社長が岡野社長と親友で 秘密クラブのメンバーででああることは今更申すまでもありまもりせん。最後に私はかつてナミプロに事務員として務めつい最近まで岡野社長の愛人でした事件の秘密を知っている私や妹の口封じを図るために岡野社長は何をしてくるか分かりません話し合うために岡野社長とは日光のホテルで会うことになっています警察の監視を受けて身動きのできない岡野社長は 日頃から親しい暴力団員を代理として日光に起こすのでしょうか読み終わってため息をつくと宮地は真由美の横側に向かって「事件のあと君はどうしていたのかね?」と尋ねた社長と玉川さんから口止めされていました「社長室で見たことはマスコミに絶対にしゃべるな」「しゃべったら姉と私とを殺す」と言って警察に事情を聞かれた時も 事務室にいて何も知らないと答えましたまゆみは寒そうに両手で肩を押さえた今どこにいるのナミプロから逃げ出して友達の下宿に隠れているんですでもお姉さんは殺された姉は自分を捨てた社長を憎んでいましたから宮治はかつて自分が生息していた世界に 吐き気を催すような嫌悪感を覚えながら今後どうするかと胸に問いかけた。眉みを保護しながら江藤玲子の手紙を麻布署に届けるのが自分の義務と責任だと考えて車窓に視線を移した。雨足はさらに強くなり車窓の奥は夜のように暗く閉ざされていた。